こんにちは、アリアナさくらです。今日はスタイリストの内田さんがザラで1週間コーデを組んでくれました。ちょっと今そこにいらっしゃるんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは見ていきましょう。これとかすごい可愛いですよね。ね、可愛いよね。花柄で。でしかもなんかこれついて後ろにベルトがついてるから、うん、これつけたらスタイルよくも見えそうですし。うん、私の大好きなジーンズが。ね、似合いそう。このシルエット。しかも本物のポケットついてますよ。うん。やっぱこれ大事ですか、ね、大事。本物にね、フェイクがあるから。フェイクがね、あるんです。じゃあ、1着目のコーデ、これです。1着目は、このデニムとチェックの、はい、トップスで。じゃあ、着替えてきます。かわいい。そう、カバンがね、うん、ちっちゃいけどさ、ちゃんとさ、入るよね。街がついてるからいっぱい入りそう、うん、どうこのアンサンブル。なんか上のトップスもそのチェックの柄で可愛いですし、うん、そうそうそう、その下のズボンも私ジーパン大好きなんで、うんうんうん、あのこういうしかもこのルーズ感がいいよね。最高です。なんかこのデニムが結構ルーズになってるから、まあ、ちょっと上は結構ピタッとコンパクトにまとめて、そう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 、このなんかちょっと地面にくっつく感じが、うん、なんか女性らしくて好きです、うん、でちょっとギャップでね、スカスっていうのも今年っぽいよね。そうですよね。すごいセレブ感、ね、黒でね引き締めるとか、そうそうそう、ローファーとか洋服に合わせると可愛いんですね、うん、こうサンダルとか合わせても可愛いんだけど、結構このスカートミニだったから、なんか靴下にローファーで合わせても可愛いなと思って合わせて。確かに。あと小物でちょっと色持ってきてね。カバンが、これちっちゃいミニカバンがついてる、うん、すごい、このカバンはなんかいっぱい特典ついてる。持ち手もたくさんあって、うん、いろんな、なんか着こなし方がある、うん、このシャツもね、リネンの素材だから涼しい。スカートのその横のところもなんか結び目になってて、うん、普通にシンプルに T シャツ合わせてもかわいいかも。今度は T シャツとスカートで、うん、そう結構ねこのスカートがスリット入ってて結構上の方まで、うん、大人っぽいアイテムだったから、上はこれねメンズの T シャツなんだよね。あーそう、メンズなんですね。結構ゆったりしてて綺麗なこういうタイトめなスカートにはやっぱ T シャツぐらいのカジュアルなアイテム持ってきた方がなんか綺麗にしすぎてもなんか上品すぎちゃうから、うんうん、あとパールネックレスねつけて、かわいい。このサンダルもさかわいいよね、ピンクの、かわいい。なんかこの上の部分が透明なんですね、うんうん、かわいいね。サラのこのなんかザラにこういうのあるのが意外だなって、うん、なんかもっとシンプルなものがたくさんあると思ってたら意外とこういうねカラーアイテムが結構あるよね、はい、新たな発見ですよ、うん、ちなみにサンダルはピンクとあと水色もあった。あ、いろいろカラーバリエーションがあるんですね、うん、あった、可愛かった。水色も見てみたい。すごいなんかあれですね、プーさんの感じがなんかプーさんっぽくない？色、黄色じゃない、なんか黄色見るとプーさん考えちゃう。これね、でもトップス、あのボディースーツになってて、あそう結構後ろがね、がっつりね背中開いてる。でもそれが女性っぽくて可愛いなと思って。大丈夫かな、私の背中。大丈夫、綺麗だった。なんか上はさ結構肌感見えてて女性っぽいから、下は割とちょっとハンサムっぽい、そうそう、こういうスラックス持ってきて、
また足元も女性っぽいサンダルで外すっていうのが、頭に大きなリボンがついて、うん、かわいい、かわいい。そう、カバンもなんか持ち手が金属で、その金色でイヤリングと合わせて、うん、かわいい、とっても素敵、大人っぽい。これまたあれですね、リゾートって感じちゃんとさ、ウエストのところ、くびれのところちゃんとさカットされてて、さ丸くなってくね、クシュってなってるから、まだ見えてるけど、なんかこのくらいのあの、なんていうの、肌見せだったらそんなにいやらしくないから、ね、意外と着やすいかもね。カバンもすごいたくさん入りそうですね、うん、すごい高見えバッグあ、すごい、セレブが可愛い。靴でちゃんとなんか全体の色がまとまって見える、うん、ちゃんと黒のサンダルで、そうですよ、コーディネートを締めてる。海で見にいてほしい可愛い。そうですね、白いですけど、うん、なんかピンクだったりなんか靴だったりで色を取り入れて、うん、そうベージュ持ってきて、そうそうそう。でこのパンツもよく見るとね、デニムなんだよね確か。あんまそんなデニムっぽく見えないから、割となんか綺麗めな服装にも合うし、カジュアルな服装にも持ってこれるし、どっちでもいける。なんかシャツもちゃんとタイダイ柄で、うん、なんかいい感じに取り入れてる、うん、確かにワンポイントになってるよね。そう、ネックレスが1994って、あれどういう意味なんですか？いや、わかんない普通にロゴのネックレスだと思う。あ、そういうことか。ちょっとストリートっぽく今回はしてみたけど、もうすごい、なんか髪型ともマッチしてる、うん、似合ってる。履いた時ズボンになってたんですけど、そのこの間でなんかうまいことそのスカートに見えるから、うん、女性らしくちゃんとショーパンになってるのでご安心ください。しかもちゃんとベルトもね、そうそうついてるから、ウエストマークにもなってるし、スタイルよく見えるかな、うん、イヤリングがパールで、うん、すごい。でなんか結構女の子っぽいアイテムなんだけど、はい、まあ、下マーチンとかでも合うし、もちろんサンダル持ってきても可愛いし、はい、そうですね、これにハットとかかぶっても可愛い。確かにそれもまたありですね、うんうん、あれこれカバン、あれですね、さっきも使ってましたけど、この服とも合わせたり、なんかいろいろまた合わせたりできるんですね。そう、これもね、さっき使ったのは白だったかな、はい、そう、これも2色。へえ、またすごいですね、ザラってそういういろんな色のバリエーションがあったりして、うん、ね、豊富だよね。私あんまりザラ行ったことないですけど、こういうのもあって、うん、今度なんかまた行ってみたいなって。ぜひ行ってみてほしい、すごい楽しい。あ、いろいろカラーも豊富だから。そうですよね、今度母と行ってみます、うん、いろんなお洋服を着てみましたが、いかがでしたか？私はこの今着てるこの花柄の洋服と、あとこのちょっとここが結んであるスカートがすごく可愛くてとっても好きです。他にもこういうなんか独特な柄の洋服があったり、たくさん可愛い服が着れたので満足です。ぜひ皆さんも参考にしてください。バイバイ